皆様お待たせいたしました。それでは次のプログラムでございます。スペシャルセッションということで、月への切符をつかむまでアルテミスで月へ送り日本の技術と題しまして、パネルディスカッションを行います。それではご登壇の皆様をご紹介いたします。どうぞステージにお上がりください。 JAXA 宇宙科学研究所教授橋本達昭、同じく JAXA 宇宙科学研究所教授船瀬龍、続きまして東京大学大学院工学系研究科教授宮本秀明様、東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻准教授諸田智勝様、以上の4名の皆様でございます。そしてここからの進行は東京大学諸田様の進行で進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。このスペシャルセッションのモデレーターを務めさせていただきます諸田智勝です。よろしくお願いいたします。まずこのセッションのですね、趣旨を、ご説明させていただきます。皆さんご存知のようにですね、2022年の11月に、アルテミス1が打ち上がりまして、アルテミス計画が、本格的に始動いたしました。で、今後ですね、そのアルテミス計画の中で月軌道や月面でのその活動の機会、これが増えると、期待されています。で、我々研究者ですね、研究者に限らずその宇宙を目指しているような民間の方々も含めてですけど、今後その宇宙進出に向けたその大きなチャンスが生まれるというふうに期待しております。で、実際にですね、将来のその月探査の重要なマイルストーンであるそのアルテミス1に、ここにいらっしゃる橋本先生、船瀬先生ら のそれぞれのチームが開発された、日本の超小型衛星2機が搭載されました。で、さらにですね、今年3月に、宮本先生を中心とした、チームが開発されている、月面での、観測装置がですね、アルテミス3に、搭載されることが決定しています。で、このアルテミス3はそのアルテミス計画最初の有人の月面着陸ミッションでありまして、宇宙飛行士がですね、月面にその展開する機器の一つとして宮本先生らの装置が選定されたということになっています。で、これらの皆さん重要なチャンスを掴まれた方々をお招きしてですね、お三方の経験を、研究者の観点で日本の探査にとどまらないような搭載機械の捉え方などを、このセッションでは紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。で、このセッション30分っていう非常に短い時間なんですが、ちょっと盛り上がったら30分ぐらい伸ばしてもよろしいですかね。ダメですかね。はい。では早速始めたいと思いますが、まずは登壇者の方々 の自己紹介ということで、まずプロジェクトの紹介と、ご自身の紹介も踏まえてですね、それぞれご説明いただければと思います。まずは、はい、JAXA 宇宙科学研究所の橋本と申します。我々が提案しまして、アルテミス1に搭載されたのはおもてなしという名前のミッションです。で、これはキャッチフレーズとしては、世界最大のロケット、SLS ロケットってのは現状世界最大ですので、世界最大のロケットで打ち上げる世界最小の月着陸機ということで、約10センチ ×20 センチ ×30 センチ程度の非常に小さな探査機で、月面に着陸することに挑戦しようということを考えました。で、こういうことができると
宇宙機関でなくても民間や大学あるいは、まあ、お金持ちの方だと個人でも、探査できるんじゃないかということで、まあ、そういう技術を実証するということで行いました。で、まあ、これだけ小さいですので、先ほど話がありましたスリムのような精密に制御して着陸するということはとてもできませんので、固体ロケットを搭載してそれを点火して、まあ、一発で減速すると、それで何とか月に着陸すると。でそうすると速度の誤差っていうのがかなり残ってしまいますので、まあ、時速200キロぐらいで衝突するかもしれないというところで、まあ、それに耐えられるような衝撃を吸収する装置というのも合わせて開発して、月に着陸する予定でした。まあ、残念ながら一番最初のところで初日のところでちょっと装置の故障がありまして、そこから月着陸実験はできなかったんですけれども、もう一つのミッションであります月面に至るまでの放射線環境を計測するということには成功しておりまして、まあ、こういうふうなところで今後の探査に貢献できたかなというふうに考えております。ありがとうございます。では続きまして、船瀬先生よろしくお願いします。はい、もう一つの、キューブサットであるエクレウスの開発を担当しました船瀬と申します。よろしくお願いします。クレウスはですね、ここ文字で書かせていただきましたけども、地球月圏における高効率な軌道制御の実証ということでですね、将来月軌道近傍に建設されるゲートウェイですね、これを使って超小型衛星がどのようにして新宇宙に行けばいいのかという時に基礎的になる軌道制御技術を実証するという、そういうミッションになっています。次お願いします。で具体的にはここに絵にありますように非常に複雑な軌道を通る中で、軌道制御の実験をしていったということなんですけども、実際に月の裏側を通るときにこちらにあるような月の画像の撮影に成功したりしております。次お願いします。で他にもですね、実はこのエクレウスには水を推進剤とした推進系を搭載していまして、そういった推進系で月より遠いところで軌道遷移に成功したのは世界初であるということですとか、あるいはサイエンスミッションとして、地球プラズマ圏の全体像の撮像とかシスルな空間における、宇宙ダストの検出というところにも成功しております。今日はエクレウスのミッションの経験を踏まえてぜひ皆さんとお話しできればと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。2つとも非常に野心的なミッションをやられたというのが非常によく分かりました。では続きまして、宮本先生よろしくお願いします。はい、東京大学の宮本と申します。私はアルテミス3に搭載してもらえるかもしれないというものを作っているところなんですけども、ちょっと自己紹介ということなので、私今までやってきたところをちょっとまとめてきたんですけれども、はやぶさ2の小惑星探査ですとか、かぐや月探査、その他もろもろいろいろな科学探査に入れていただいて、私科学者の方でして探査機を使って科学を進めるっていうところをやってまいりました。違う言い方しますと工学系の素晴らしい先生方が日本にたくさんおられますので、そういう先生方 の, ご指導でいろいろと作っていただけるような探査機を使ってそこでやれる科学というものをこれまで推進してきたというところになります。で専門は月ですとか火星ですとか小惑星といった固体天体の表面科学というところ でこれをベースとして宇宙資源を考えたい、そういう宇宙資源学という学問はないわけですけれども、これからそういうものが作れたらいいなというふうに考えているところです。で今後このルペックスですとか MMX 月見、こういったオンゴイングのミッションにも科学者として入れていただいていて、でそれと別にアルテミス3に機器を提案させていただいた、それが採択されたということでここに呼んでいただいているという、そういう状況になりますが、まだそちらは飛んでいるわけではないので、これから挑戦者として頑張っていきたいと考えているところでございます。はい、ありがとうございます。では早速ディスカッションの方に入っていきたいと思いますが、まず私の自己紹介も兼ねて少し紹介させていただくと、私自身もですね、宮本先生とこれまで何度も同じミッションやらせていただいて、今これ画面で左側が月周回衛星かぐやですね、もう17年も前になりますかね、
なので私も非常に若いんですが、あと右側はハヤブサ2ですね。これも宮本先生と一緒に頑張らせていただきました。こういうミッションをやってきましてですね、これまで惑星探査に関わってきて、でさらにこのアルテミス計画があることによって、どんどんその惑星探査のチャンスが増えるということで非常に期待しております。でそういう観点でそのチャンスをつかまれたお三方にですね、これからもうそうそうたるメンバーですんで、ワクワクしておりますがお話聞けるということでワクワクしておりますが、まずは議論のスタートとしてですね、お三方 そのこれまでの活動も踏まえまして、月への関心ですねについて、それぞれお話しいただければと思うんですが、まず橋本先生、月への思いを熱く語っていただけますでしょうか。はい、私はもともとは誘導制御が専門で、はやぶさ の着陸のところの制御とかも担当してたんですけども、やはり着陸で一番面白いのは月面の着陸だろうということで、その着陸の研究と同時に、月着陸ミッションというのをもう1990年代ですから、もう20世紀の時代からやっております。で一番最初はセレーヌ B 計画といって、先ほど紹介ありましたかぐやという月周回衛星の、その次は着陸でしょうということで着陸の実験をする計画っていうのがあったんですけれども、残念ながらプロジェクトにはならなかったと。その流れで先ほど紹介ありましたスリムというようなミッションが出てきたので、私としてはそれで今や一部は実現できたかなとは思っておりますけれども、そういう計画がありました。でその後 JAXA になった後、今度はセレネ2という月面に着陸して、本格的に月面の、資源探査等もしようという計画がありました。でこれも途中まで行ってもう あと一歩で、プロジェクトになるかなというところで、アメリカの方も大統領が変わるとか、日本も政権交代があるとか、いろいろ政治的な事情がもあって全部白紙に戻っちゃうっていうようなこともあって結局実現できなかったというところがあります。それも実はその流れとしては一緒にやってたメンバーが今ルペックスをやってるというところで、これも着々進んでることは進んでるんですけど、自分自身としては、なかなか、月ミッションで、できないなっていうのがあって、今回NASA から、こういう相乗りの機会があるということで、もうこれに応募しないわけにはもういかないだろうということで、私自身はこんな小さなキューブサットっていうのはやったことなかったんですけれども、これでぜひ着陸してみたいということで、こういうミッションを提案したという次第であります。ありがとうございます。セレーネ B セレーネ2に関しては我々もいろんな思いがあるんですが、これがルペックスにつながっているとかスリムにつながっているというのは非常に素晴らしいなと思って、セレーネ2に搭載しようと思っていた理学的な機器とかもですね、その後のいろんなミッションにつながっていて、やはり事前に検討していたことというのはやはり無駄ではないなと私も実感しています。では続きまして船瀬先生も月への熱い思いをぜひ語っていただければと思います。はい、実はですね、私は月にはほとんど興味なかったんですよね。ここになんでそんな人間が並んでるのかという感じではあるんですけども、実はあんまり興味がなくて、私自身やりたかったのは超小型衛星をどうやって新宇宙に飛ばしていけるのかという、それだけだったんですよね。なのでSLS の初号機の相乗りの話を初めて見た時も実はあんまりピンとこなかったんですけども、なんか頭の中にちょっと引っかかったんですよね。これを絡めて自分のやりたいことにつなげられないのかなという発想になりまして、それでこのゲートウェイとかを使って、超小型衛星が軌道を制御して新宇宙に出ていくという その技術実証の部分をこう うまく絡めて提案すると、私自身もやりたいことができそうだし、アルテミス計画としても価値が高まるんじゃないかなという、そういう発想に至りまして、ミッション提案したという経緯です。はい、ありがとうございます。ぜひ月にも興味持っていただきたいなと思いつつも、はい、月の写真を撮った時にはですね、ああ月すごいなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。やっぱり今お話聞いて思うのは、そのアルテミス計画っていうのは、まあ月とか月軌道でのその技術開発だけじゃなくて、その新宇宙をも目指した、だからいろんな多様な技術実証ができる場であるっていうところが非常に素晴らしいなと思いました。次、宮本先生お願いできますでしょうか。はい、私は科学で比較惑星学という分野になるんですけれども、その意味では天体、太陽系の固体天体であればどれも僕にとっては面白い。だからこれまでも論文を書いたのも、まず地球で地球の表面の地質学とかに関連するような論文を書いて、その後で金星について論文を書いて、それから月にも書いて、火星、小惑星、それから、木星 の衛星とか土星の衛星、そういったものについていろいろと研究して論文を書いてまいりました。その中でやっぱり月は何しろ地球に一番近い固体天体ということもあって、それから惑星科学的に言うと非常に基礎的な重要な発見がいろいろとあった天体であるところから、まあ、ある意味一つのスタンダードとして非常に重要な天体、これから先人類はきっと火星にも行くんだろうと思うんですけれども、それに向けたいろいろな検討もやはり月の研究がベースになるという意味で非常にその重要さは揺るがないという意味で、やっぱり月は科学的な研究対象として面白い天体だなというふうに考えているところです。ありがとうございます。宮本先生のお話いつも面白くてですね、やっぱり月に、月だけに関わらず、やっぱりいろんな天体見てるから、なんか比較論的にいろんなストーリーを展開されていて、非常に毎回面白いなと聞いております。またこの後もよろしくお願いします。ということで、皆さんの大体のバックグラウンドが見えてきたかなと思うんで、ここからですね、そのアルテミス計画にそれぞれ関わったプロジェクトの中身であったり、まあ、どのような思いで関われてきたのかっていうところを少し深掘りしていきたいなと思うんですが、そのアルテミスの計画のその搭載ですね、いろんな機器の搭載の募集っていうのは国際的な公募です。で、そういうようなところではその聴取の中にはですね、これから今ここにいらっしゃるような方々もおそらくそういうようなチャンスをつかんでですね、宇宙進出を進めたいっていう思いを持っている方もいらっしゃるかなと思いますんで、ぜひですね、そのアルテミス1とか3への、まあ、提案の経緯とか、まあ、搭載が、決まるまで の苦労とか、そういうようなところを教えていただけると非常に参考になるかなと思いますんで、橋本先生、船瀬先生からまずお話しいただけますでしょうか。あ、はい、ここの白い枠で書いてあるんですけど、実は NASA からまあ、SLS の1号機、SLS ロケットの1号機に搭載する機械があるっていう話が、確か2015年の8月の末頃はあったと思うんですね。で、その時の条件が、10月の、まあ、結構頭の方までに、まあ、希望があれば、表明してくれというような、話でした。で、まあ、非常に期間短いので、一般に日本国内に公募するとかいうのはもうとても間に合わないということで、JAXA 内で今回公募っていうのをすることになりました。で、その期間も実は2週間しかなくて、もう 2週間で何か提案があったら出せという話でした。で、先ほど申しましたように、私こんな超小型衛星っていうのはやったことなかったんですけれども、もうずっと月探査やってきましたので、これもう応募しないわけにいかないだろうということで、2週間で有志とはいろんな同僚と検討して、まあ、こういう提案を出したというところです。ですので、まあ、提案した時には本当に実現できる自信も あんまりなかったんですけど、まあ、とにかく応募しないわけにはいかないだろうということで応募させていただきました。で、まあ、それと、まあ、もう一つここにも書いてありますように、こういうふうなもうちっちゃなもので比較的低コストでこう実現できれば、今までのように宇宙機関がこう長い間計画を立ててこう実現するということでもなくて、民間あるいは大学あるいはもう お金持ってる個人の方がもう思いつきでさっとできるんじゃないかと
ということで、まあ、こういう技術ここで開発ということは非常に重要なんではないかということで提案させていただきました。 ですので、まあ、もう非常に短い時間でパッと検討したので、この採択までにすごい苦労したってことはなかったんですけど、まあ、むしろ選ばれた後ちょっと大変なことになったというところです。これ2週間で考えられるアイデアにはとても思えないんですけど、それ以前にいろいろやっぱり進められてこられた月面着陸とかそういう技術がどこかに入ってたりするんでしょうか。そうですね、まあ、いろんなサイズの月着陸機をやってましたので、どのくらいのサイズまでならどういうふうな推進装置があれば着陸できるかっていうのは大体分かっていて、でもうこのサイズですと普通の液体燃料で制御しながら降りるのは絶対無理っていうのは分かっていたので、もうとにかく固体ロケットモーターしかないと。で我々宇宙科学研究所は固体ロケットっていうのを、まあ、ずっと昔から開発してきましたので、まあ、ある程度知見はあったというところなんですけど、まあ、ちょっとそれも後で分かったことでは、やっぱりロケット大きなロケットとこう小さいのとはまた全然違うので、これもまあ非常に苦労はあったんですけど、とにかく固体ロケットの専門家は所内にはいたと。それから、着陸のすごいこの衝撃に耐える研究っていうのは実はキャンセルになってしまったんですけど、ルナ A 計画っていうのは月にペネトレーターっていうのを打ち込むって計画がありました。でその時に開発したいろんな対衝撃の研究っていうのが全部生きてまして、実際にもルナ A の担当してた先生方にいろんな技術を指導を受けながら、そこを開発したというようなところもあります。なるほど、ありがとうございます。船瀬先生も2週間で考えられたんでしょうか。そうなんです、やっぱり2週間って見た瞬間には一瞬ひるみましたけども、まあ、やっぱりこの機会を使って自分のやりたいことができるなと思った瞬間にはもうパッと頭切り替えて2週間ひたすらこのことだけ考えてました。いろんな会議とかあるんですけど、この2週間だけは全部キャンセルしてもうずっとこればっかりやって、でアイデア出してはやっぱダメかなっていうのを繰り返しながらどんどんアイデアを詰めていったという感じですね。非常にラッキーだったのはこの軌道制御のミッションを考えるにあたってやっぱり軌道計画すごく大事なんですけど、ちょうどたまたまその時宇宙圏に軌道制御のもう世界的な第一人者と呼べるぐらいの方が滞在してたりして、ちょっと一緒にやろうよって声かけたり、あと推進系どうするのかっていうところでちょうど近くに水の推進系やろうとしてるっていう研究者がいらっしゃって、じゃあ一緒にやろうかっていうことでもう巻き込んで2週間ガーッと集中して検討してようやく形になったと。感じですごく大変だったんですけど、めちゃくちゃアドレナリンが出まくる2週間でした。すごい想像を絶する感じですが、やっぱり運もあるんですね。やっぱりそういう人がいる。そうですね、はい、多分私新宇宙に行きたいってだけ考えてたらこれがチャンスだとも思わなかったかもしれないんですけど、気づいてしまったのでもうこれはやるしかないなというところで、はい、やりました。ありがとうございます。宮本先生はいかがでしょう、アルテミス3の攻防に関して。はい、多分そのアルテミス1号の時 のきっと経験があるんだろうと思うんですけども、その後で我々のところ時は JAXA の方でフィジビリティスタディを考えましょうっていうそういうプログラムを走らせて走ってくれていたので、そこにこういうような観測をやるとすごく面白いと思うんですけどっていうので、その観測のアイデアを出すと、そうするとそのフィジビリティを、お金をいただいていろいろと検討する、これを1年間ずっとやらせていただいてた。でちょうどそれが終わった後ぐらいにですね、NASA の方でアルテミス3の方の、公募があって、でただそれに対する予算の裏付けも何もないと困るなと思っていたところ、まあ、JAXA の方でやっぱりそれに応募するんだったらと言って上限予算、ちなみにでもその上限予算ってなんかさっき話聞いたらなんか先生方の僕10分の1ぐらいの値段なんですけどまあそれは置いといて、それはスペースクラフトと観測装置とではちょっとやっぱり桁が違うという、しかし僕ら観測装置も独立して月基地を作るようなものですからなんかなっていうものまあ言っちゃらないですけど、 でただそうすると、そのお金で一体どういうフィジビリティがありうるんだろうかっていうところを考えなきゃいけなかったんですけれども、その前の1年間かけて
ある意味松竹梅的にこういうことはやれそうだ、こういうことやれそうだ、こんなこともできそうだ、でいくつもその先の危機 の、 設計としてあり得る姿を、まとめるっていうことをやらせていただいたんですね。でその中の一番ある意味簡単にやるとしたらこういうことかなっていうようなところでまとめていたものが、ちょうどこのアルテミス3の宇宙飛行士に持って行ってもらうっていうやつにはぴったり合うんじゃないかというふうに思って、それで JAXA の公募自体は短くて、これもやっぱり1週間ぐらいだったと思うんですけれども、そこに出させていただいて、ただ問題はそこから先でプロポーザルはステップ1ステップ2っていうのがありまして、そのステップ1はともかくとして、そのステップ2っていうものはやっぱり100ページ以上の英文のプロポーザル、論文を書くようなものから、ものすごく細かい予算をどうやってどのようにしてフィジビリティがあることを示すかとか、そういうのも含めて書かなきゃいけない、それは割と大変なところだったんですけども、そこは海外に僕はたくさん友達がいるので、そういう人たちにいろいろと手伝ってもらいながら作文をして、それで何とかを認めたいだっていう感じかなと思います。はい、宮本先生 の、 ご人徳で私もアルテミス3への提案を少し考えた、結果的には提案しなかったんですけれども、今のお話聞いていて、本当に短期間で の、 検討は大変だっただろうなとお察しします。はい、これはつらかったです。さっきの船瀬先生の話じゃないですけれども、アドレナリン出まくったのまさにおっしゃる通りで、キャンセル、もう予定全部キャンセルして、でひたすらみんなで朝から夜中1時2時までずっと僕の部屋こもりきりで、ピーナッツと炭酸水だけ食べてきてました。ありがとうございます。ちょっとあまり苦労話ばっかりだと皆さん今後自分も提案しようって思わないかもしれないんで、ちょっとここからはですね、もう本当はいろいろお聞きしたいんですけれども、ちょっと次の質問に行かせていただいて、やはりそのアルテミスのその搭載機械の切符をつかんだっていうところで、その前にですね、やっぱりいろんな工夫をされて提案して、結果的に採択されたんだと思うんですが、どういった工夫がなされたかっていうのを、今カンペが3分前で出ちゃいましたけど、どうしましょうかね。もう少し喋りますね。はい、で簡単に紹介いただければ。そうですね、どんなこういう公募もそうなんですけど、やっぱり主催者側の意図っていうか、それを汲み取らないと採択されないじゃないかなというふうに思います。例えばアルテミス1の場合、例えば日本の技術とか JAXA の技術の実証をしたいというような希望を出しても、それは世界的にもうすでにある技術であれば面白くないですねって話になってしまうので、やはり全人類的にこれやったら面白いか、あるいは科学観測のようにこの観測データがみんなの役に立つというような提案を考えていかないと、なかなか採択されないのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。もし何か付け加えたいことがありますか、ぜひお願いします。僕今橋本先生おっしゃられたとおりと、私これまで NASA のプロポーザルをいくつもみんな友達たちと一緒に取ってきましたけども、それと全く一緒で、もうきちんとこの目的にはこうやって答えます、こういうところに来てこうやって答えます、これをきちんと書くことが重要だと思います。でもう一個僕が思うにはですね、そこのそのサイエンス、僕らのところはサイエンスがすごく評価されたっていうふうに言われて、それ世界中から何十個も出たうち の、 3つしか採択されなかったわけなんですけど、それでもサイエンスで採択しましたよっていうふうに言ってもらったんですけど、僕多分思うには、後ろに JAXA とか日本の科学コミュニティとかに対する信頼が何となくあったのかなっていうふうに思って、国際的には JAXA 非常に尊敬されていまして、そこでそういう人たちと一緒にやっているのであればっていうのがあったかなというふうに思うので、これは僕は思うには日本の科学者にとっては非常に大きなエンドースメントじゃないかって思います。ありがとうございます。非常に素晴らしい今日のシンポジウムにあったコメントをありがとうございます。でちょっとそろそろ残念ながら時間ということで、本当あと1時間ぐらい喋りたいんですけど、ちょっとそろそろ締めに行かないといけなくて、今日のお話聞いていて、やっぱり皆さんそれぞれ違った興味で違った視点でやられてるんですけど、やっぱり共通的なのはその長期的なですね、月面開発なりサイエンスの広がりなりを考えて、いろいろやっぱりこれまで検討されているところかなと思いました。で皆さんそれぞれ次にどういうことをやりたいかっていうのをお一人ずつじゃあお答えいただけますでしょうか。は
はい、まあ、それ次に何やるんですかってよく聞かれるんですけど、私、まあ、残念ながらもう定年近くなってしまって、まあ、ちょっと自分でやるのは難しいかなというふうに思ってます。まあ、その代わり若い方々がこうやろうっていうのを、まあ、できるだけ支援していきたいなと思ってますので、今までの経験とかをまとめて、まあ、いろいろ今レポートにしようとかいろいろことを考えてますので、まあ、若い皆さん、ぜひ頑張って挑戦していってください。我々はその日本のやっぱり月面着陸探査はの道筋はやっぱり橋本先生が作られたと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。では船瀬先生お願いいたします。そうですね、私がアルテミス1に相乗りミッション提案したのも、ゲートウェイができたらそれを使ってどうやって超小型衛星が新宇宙に出ていくかというところを実証したかったので、実はまだこれが本番ではなくて、本当にゲートウェイができた後相乗りしてそこから放出してもらう機会ができたらですね、ぜひ手を挙げたいなと思ってまして、それこそが本番かなと思ってますので、はいはい、まだまだ頑張りたいと思います。ありがとうございます。ゲートウェイにも期待ですね。そうですね。宮本先生よろしくお願いします。はい、僕まだアルテミス3これから頑張ります。でその先やっぱりアルテミス3もそうだしルペックスもそうだし、月のこと、それからもっと火星に人間きっと向かうでしょうし、小惑星もいろいろ使うでしょうしという形で、これ今まで夢物語と思われていたような他の天体に進出していって他の天体のものを使う、これがもうますます現実かな、するようになってきた。で関連しても与圧ローバーもそうですし、もういろんな機械がこれから生まれそうである。で大学とか宇宙機関とかだけでなくて民間も含めてさまざまなアクティビティがいろんなところで生まれている、こういう意味では非常にワクワクしているところでございます。ありがとうございました。最後に非常にいいコメントをいただいたんで、これで素直に締めたいと思いますので、はい、ではスペシャルセッションこれで締めたいと思います。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。それでは記念撮影を行ってまいりますので、どうぞテーブルの前にお並びくださいませ。